めっちゃめちゃね、もう可愛すぎるガチャ発見しちゃったもん、俺とグガチャ。究極の俺とグガチャ、チンのチンチン。まずはラインナップの紙を秒で出して、さっとね、おお、ちょっと見えた。やべえ、ちょっと見えちゃった。かわいい。もうこの時点で可愛いんだけど、チンのね、チンチンって、いや、これガチなの。ガチでチンのチンチンってガチなの。チンのチンチン。一回300で全部で5種類あるんだけど、全部チンチンしてんの、チンが。チンが全部チンチンしてるっていう、ただそれだけのガチャなんだけどさ、可愛すぎね。このメンツ。チンがさ、チンチンしてるだけのさ、ガチャフィギュアなのにさ、この可愛さね。いや、すげえ。これさ、ブルドッキーとかさ、パグとかさ、ペキニーズ、シーズンめっちゃ欲しくね。みんなチンチンしてんの。このシリーズで、同じシリーズで並べられる。おお、たまらん。でもこれさ、チンのチンチンっていう、これだから出てるのかな。シーズンのチンチン、パグのチンチン、ブルドッグのチンチン、フレンチブルドッキーのチンチン。あ、でもいいんじゃないこれって。シリーズ化してほしいわ。なかなかクオリティが高いんでね。まあ、1回300円だからな。1回300円だから、これぐらいのさ、クオリティ欲しいよね。チンのチンチン。かわいいな。もしゃりてえな。くそ。もっしゃもしゃりして。犬飼いてえな。いや、でも犬飼いたいんだけどさ、俺犬飼えないってことが分かったわ。いや、でもこんなこと言ってたらね、何にも飼えないんだけどさ、犬さ、絶対俺より先に死ぬじゃん。犬って絶対に。犬っていうかさ、他の、どの生物も絶対俺より先に死ぬんだ。飼ったらね、間違いなく、俺多分150歳ぐらいまで、いや、150はちょっと、いや、わからん。いけるかもしれない。150歳ぐらいまで生きるとすんじゃん。余裕でね。俺の生命力溢れるボディパワー。でもさ、犬絶対死んじゃうから140歳ぐらいで飼おうと思ってんだけどさ、そうすればさ、ワンちゃんと一緒に共に行けるじゃん。でもさ、間違って俺が先に死んじゃったらまずい。ワンちゃんのさ、最後を見とらなきゃいけないからさ、絶対ワンちゃんが先に死ねないし、かといって先に死なれるのも嫌なのよ。俺立ち直れねえもん勝ちで、YouTube でさ、YouTube さ、飼い犬が亡くなりましたって動画結構アップされてて、見なきゃいいのに見ちゃうの、俺ね。もう見たらね、もうダメ。いや、今も思い出して泣きそうだもん。おつき、やめろ、俺の犬じゃないんだから。俺の犬、いや、でもね、辛いわ。もう他人の犬でこう、縁のゆかりもね、他人のね、犬でこうなるってことはさ、俺自分の犬だったらほんと立ち直れないと思うの。そう考えた時に俺犬飼えないと思ったの。ずっと犬飼いたいと思ってたんだけどさ、もうそれ飼おうかなと思って、犬ガチで思ってたの。でもね、そう考えるとさ、でもさ、こんなこと言ったらさ、飼えなくない?何も。何も生き物飼えないじゃん。そんなこと言ってもね、犬ってなんか違うんだよな。俺の中でね、犬って動物じゃないんだよね。いや、動物、いや、所詮は犬畜生だよ。犬畜生なんだけど、犬ってね、なんか人間と同率が人間以上に見ちゃうの、俺。犬はね、ちょっと本当にね、違うんだよな。もうなんか、いや、向かってきたらさ、犬が向こうも殺す気が来たら、俺も殺す気で行って食ったるよ、マジで。食ったる余裕で。でもね、そうじゃない限りは、もうこっちから手出しできないんだよね、もうほんと。いや、ユーマとかでもね、いつもバリクソ食ってやるとか言ってるけどさ、もしなんか優しいところとか見せられたら俺もう無理なんだよね。もうマジ攻撃できなくなるんだよね。ビッグイエティとかさ、ビッグウッドとかさ、もし出会ったら、おいおい、やってきたらガチコやるよ。やっと食っとらって、ぶち殺したらってなるけどさ、もしね、まあその辺に花が咲いてたとして、のそのそ歩っててさ、花ぶちってちいて何やってんだこいつと。はい、来いやと思って、はいってこう手渡されたらどうするこれ。いきなりイエティがさ、イエティ雪山だから花とか、まあでも、あったと仮定してね、こう入ってこう。もう何もできないね。友達、親友じゃねえか、お前。マブダチコースじゃねえか、お前。だからさ、なんか、そういう風になったらきついよね。もうなんか食えないよ。どんだけ腹空いててもさ、もうなんか食えなくなるよね。もうほんと腹減って、この犬食うしかないってなってもさ、絶対食えないよね。ガチを選ぶよね。だってもう無理だもん、俺、ほんとに。マジで、ほんと無理だわ。でね、俺ね、こういう鼻のさ、潰れちゃってるワンちゃんがすごく好きなの。いや、かわいい。マジで、ほんと無理だわ。かわいい。申し訳ねえ。もしあって、シーズーとかさ、かわいいじゃん、パグとかさ、ブルドッキーいいよな。めっちゃでっけえブルドッキー書いて、めちゃくちゃでっけえブルドッキー。俺の相棒。でもさ、想像するの。いや、でも俺より先に死ぬだろうなと。考えるわけ。すげえ辛く、今も辛くなってくるもん、なんか。しかしながらさ、そんなこと言ってたら何も買えないんだよね。チンのチンチンとかもさ、毎日見たいじゃん、一緒に過ごしてさ。その一緒に過ごすその時間をね、短い12年ぐらい、15年ぐらいかな、長くて、そんぐらい頑張って一緒にこう、ね、思い出を作っていくっていうのが人生なのかもしれないなって最近思い始めてきた。だって先に絶対死ぬから、かといって俺が先に死ぬわけにもいかないしさ、絶対に面倒見なきゃ、最後まで見とらなきゃいけないからさ、だからさ、寿命ギリギリで飼うっていう選択もダメだなと思い始めてきて、だとしたらもう思い出を大事に作ると、一緒に、共にね、過ごして思い出を一緒に作るっていう風に、いやでもなーきついなー、いや買えねえ、無理だわ、俺絶対買えないわ、自分の犬で死んだとこ想像したらもうマジ無理だもん、気狂いそうになるわガチでマジ立ち直れねえ。でもなーこんなこと言ってたらもう買えねえしなー、だって人生一回しかないんだぜ、人生一回しかない人生をさ、犬と一緒に過ごさないで終わるんかと、犬と一緒に買いたいよね。ポーズ同じだわ、色が違うだけだったわ、なんか色が違った、ポーズも違ってちょっと見えるな。でもポーズ同じだね、みんな同じチンチンしている、同じチンチン、チンのチンチンチンのチン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 だね、チン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 じゃんこれ、チンチンチンいいね、チン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 、かわいいな、チンチンチン最高のガチャだったら玄関に飾ろう、チンチンチン、これほんとブルドッグとかパグとか出してほしいわ、このチンチンシリーズさ、どんどんシリーズ化してほしいね。俺ちょっと本物当分買えないから、ちょっと葛藤してるから、今当分買えないからこういうフィギュアで癒される、フィギュアでも十分癒されるからさ、もういやでも本物買いてえな、本物買いてえな、でもちょっと当分無理だわ。いや、最近ほんと動画見てたんだよね、ずっとね。飼い犬が死にましたっていうさ、ほんと辛くて。でもみんなさ、幸せだったと思うわ、ワンちゃんたち。飼い主の愛情に溢れてたわ。ほんと、飼い主さんがね。いや、でもその飼い主さんの気持ちになっちゃうわけよ、俺も。すげえ辛くなってきて。俺だったら。ということで今回は、チンのチンチン、チンチンチンというガチャのね、開封レビュー動画でした。めっちゃ可愛いからみんなもぜひね、記念にやってみて、チンチンチン。チンが好きな人は特にやった方がいいわ、チンのチンチン。これはもう一番欲しかったブラック&ホワイトが来てるから、もうガチャはやらないけど、フィギュアショップで見つけたら、多分出回るんだよな、こういうのな。見つけたら買うかもしんない。コンプリートセットとかあったら買うかもしんない。多分ね、2000円ぐらいで売られると思うんだよな。そこまで高くはならないはず、こういうシリーズ。今までの経験上ね。多分見つけたら買うかもしれないけれども、ガチャではもういいかなという。いや、でもわかんない。やっちゃうかもな。わかんないけど、ちょっと、でも、ブラック&ホワイトが来てるからね。もう1万の欲しかったやつ。あと、ホワイトも来てくれたしな。ほんと運が良かった。あとね、ミックスもいいなってちょっと思ってたんだよね、ミックス。ミックスも可愛いよね。でも一番やっぱブラック&ホワイト、この、お牛さん柄が好きだからさ、シーズーとかもね、フレンチブルドッグとかも白黒買いたいんだよね。ちっちゃいお牛さんみたいで可愛くない？めちゃめちゃ、一緒にこう、さ、散歩とかしてるとこ想像すると、うおー、癒されるね、たまるね。もうダメだ。もう犬さえいればいいってなるもんね。ほんと犬さえ、ワンちゃんさえいれば、他の人生何もいらないっていう。いやー、ワンちゃんってそれほどの力があるからな。ワンちゃん飼いたいんだけどさ、絶対俺よりか先にな、くたばるからな。絶対くたばんのよ、俺よりか先に。間違いなくワンちゃんは。俺の寿命を先般できたらいいんだけどね。もう、俺の寿命を分け与えていく。どん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 。俺生命力溢れてるボディパワーだから、まあ、150歳はさ、いやでも、いけそうな気がするんだよ、俺ガチで。もう人間の寿命なんてどんどん増えてきてるじゃん。で、俺でしょ、この俺でしょ、この生命力あふれボディパワー。何の病気もしないし、何も腹も何も壊さんし、何の病気にもならん、この俺で、もうこっち。いや、でも人間だからな、一気に来んのかな、年取ったら。60、50、50、60、70ぐらいでさ、一気に来んのかな、ガタって。いや、どうなんだろうな。でも俺生涯現役だと思って期待続けていくからさ、でも、そうは言うてもさ、細胞とか衰えていくわけじゃん。でも想像できんようになってみないとわかんないよな、その時ってな。しかもさ、医学とかめっちゃ進んでてマジで知らない体とかできそうだし。楽しみだよね、そうなってくれ。まあ、俺がくたばるまでに、なんかそうなってくれたらちょっと、手術が受けたいから、細胞化手術とかあったらそこを受けるからね、俺ね。マジでブロリーのパワー手に入るんだったらやるで。全然やるで、サイボーグ。サイボーグ忍者強化骨格なら人間捨ててもいいもんね。マジでパワー手に入るんだったら余裕。いや、でもやっぱ筋肉は残したいからね、筋肉ベース、もちろん筋肉ベースじゃないと嫌だって言うけど、筋肉はもうトレーニングして鍛えていった過程で、中の骨をちょっと硬くしたりとかね。そういうやっぱ筋肉ベース、やっぱブロリー、ああいう風になりたいから、ブロリー、あんな感じになりたいからさ、ああいう風になれるためだってやるよね。手術やるよね。で、トレーニングを追い込んでいき、体を、ガタイを手に入れていくという、最高。いや、なるかもしれん。わからんよね。そればっかり医学進んでるからさ。でも、俺がくたばるまでに、できるかどうかって、そこがまた不安だということで。まあ、とりあえずは、今、YouTube のさ、ワンちゃん動画で癒されるわ。マジアップしてくれてる人たち本当ありがとう。ワンちゃん動画めっちゃ癒されてるわ。もうどんどんアップして1日10本ぐらい、アップしてたくさん。めちゃめちゃ可愛い。飼い主あんま出てこなくていいんだよね。飼い主あんま出てこなくてワンちゃんだけ映してたし、ずっと。ワンちゃんだけずっと見ていたい。ありがとうございます。いつもお世話になったワンちゃんたちで。